ボートレース福岡の第11回ペラボーショップ杯2017東京大阪福岡3都市対抗戦、準々優勝戦という新たな試みが行われた今大会、勝ち上がったファイナリスト6名が登場。優勝戦の対抗戦第12レースです。1号艇大阪の丸岡正則、2号艇東京の高橋勲、3号艇東京の石渡哲平、4号艇福岡の三河孝明、5号艇大阪の原田秀也、6号艇大阪の重野圭介、以上の6名枠なりでの待機行動です。1号艇は丸岡正則、初日ドリーム逃げて勝利からオール2連隊、シリーズリーダーとして君臨してきました。さあラストインにどっかりとゆっくりと構えていきます。1号艇丸岡正則がイン戦です。2コース3コースは波乗り校舎の2人、2号艇高橋壮、大得意の福岡水面乗ってきました。3コースさあスタートを決めますか。3号艇石渡哲平、4コースが4号艇三河孝明、予選24位から勝ち上がりました。デビュー初優勝へチャレンジです。5コースは5号艇原田秀也、3年ぶりの福岡水面ファイナルに乗ってきました。そして6コース手堅い着取りで乗ってきた6号艇重野圭介が6コースです。優勝戦第12レースの対抗戦、インから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。優勝戦第12レース、インから1号艇の丸岡、4号艇の三河が出ていく。一周一幕逃げる1号艇の丸岡、4号艇の三河はここはアクシデント。そして2号艇の高橋壮、先頭は1号艇丸岡正則、スタートは前提正常でした。先頭1号艇丸岡、2番手2号艇高橋、3番手は5号艇の原田となっています。なお4号艇三河孝明は妨害のため失格、4番は妨害のため失格です。また3号艇の石渡哲平は転覆失格、3番は転覆失格となっています。レースは2周目に入っています。先頭は1号艇の丸岡正則です。2番手が2号艇高橋壮、3番手は5号艇原田秀也、最後方6号艇重野圭介と1マークを旋回していきます。先頭から1番、2番、5番の体系、そして最後方に6号艇重野圭介となっています。2周目の2マークです。先頭は1号艇丸岡正則です。2番手が2号艇高橋壮、3番手は5号艇原田秀也、4番手が6号艇重野圭介で、レースは最終周回に入りました。優勝戦第12レースの対抗戦、先頭は大阪1号艇丸岡正則です。2番手が2号艇高橋壮、3番手は5号艇原田秀也、最後方6号艇重野圭介、先頭から1番、2番、5番の体系です。1、2、5、3連単のオッズは 16.6 倍を指しています。優勝は1号艇大阪丸岡正則です。今年は2回目の優勝、当地は4度目の制覇、自身通算44回目の優勝です。シリーズリーダー丸岡正則がオール2連隊での優勝、まもなくゴールです。先頭1番丸岡優勝のゴールイン、2番高橋ゴールイン、5番原田ゴールイン、6番重野へゴールイン。なお4番は妨害のため失格、3番は転覆のため失格となりました。